コンが送る iOS 向けリズムヒーロー RPG オトレンジャー。オトレンジャーの全く新しい楽しみ方を提案する新感覚トーナメント。決勝戦はピエール中野とガリーパミパムの対決です。さあ、じゃあ早速ね、そのドキドキ要素を選ぼうかなと思うんですけども、はい、どれにしますか？お二人どれにしますか？いやー、残るはあと2つでしょ、ね、あと2つですね。小指と、これやってないのは小指と目隠しですよ、はい、そうですよ、うん、小指でも全然できそう、完璧にできますよ、私。目隠し、あら、目隠ししますか？超難易度、超難易度高いやつ。言ってもこれはね、目で押すもんでも耳で押すもんでもないんです。どこですか？ハートで押すんですよ。あら、おーっと。ドキドキ要素は目隠しプレイに決定。ピエール中野が出動したのですが、終了、終了、もう赤、もう赤、終了、ひどい、え、ひどいです。オトレンジャー目隠しプレイは難しすぎるため中止。ドキドキ要素を小指プレイに変更して再び出動です。よっしゃ、小指だけっすよ。難しそうだな。すげえよく見える。なるほどね、目隠しちゃったから。あー、難しそう。難しそうだね。嫌いなミュージシャン誰なんすか？質問じゃない、いないっすよ俺、嫌いなミュージシャン。ほんとほんと、全然いないっすよ。え、質問攻めもあんの？で、しみっちゃんもなんか質問そういうコーナーなの？ドラムスティック以外で、うん、あのライブやったことありますか？ドラム叩くの。あ、ありますよ。何で叩くんですか？菜箸とか。え、菜箸ですか？そう、なんかいろいろ。結構難しい。ちょっと待ってください。あれ、小指どうこうっていう質問に対しての発感、動揺、焦りがありますよ。早っ。体で風呂入った時に、はい、どっからあれ？僕は頭から洗います。あ、頭から。あのシャンプーした後にかける、はい、あのまあ、いろいろ種類あるじゃないですか。リンスとか、はい、コンディション、何を使う？コンディション、コンディション、同じ種類のやつのコンディション、ちゃんとその前も揃って、はい、揃えて揃えて。はい、いいですね。かっこいいって言います。よし、来た、よし。ちょっと気持ち赤くなってきてる。ね、そうね、指先がね、ちょっとね、赤くなってきてる。おー。あ、いけた？これ。あ、まあ倒しましたね。いや、だいぶドキドキする。さあ、それではピエール中野さん、ヒット率発表お願いします。はい、ピエール中野のヒット率は 92% でした。はい、小指を赤くしながらもピエール中野はヒット率 92% を記録。ガリーはこの記録を塗り替えることができるのでしょうか。あの彼女は見た目はどんな感じなんですか？え、見た目ですか？彼女、いや、可愛らしいですよ。髪の長さとか中古ですね。色は茶色です。でも元々そういうタイプの子が好きだった。まあまあまあ、そうですね、結構。じゃあタレントで言うとどんな？タレントで言うとあんまりいない。もう中学生の、うん、彼女をやってる人に、岡本真理さん。岡本真理さんに似てます。可愛いじゃん。ありがとうございます。だから僕はその今考えてるのがバックトゥザフューチャーの車っていうあのデロリアンが結婚するか悩んでるんですよ。結婚しましょうよ。うん、よっしゃ、ボスや。来たよ、ボス。あかん、もう 100% 無理やったから。もう僕 A 型やからね、完璧主義なんて一回するのかね。繊細なね。めちゃめちゃ繊細なんですよ。で、今もうモヤモヤがたまりますね。すごいんですよ。リセットできねえって。指が痛いよ。意外と痛い。意外と痛いし、まだ倒れなかった。あ、じゃあ彼女もバックトゥザフューチャーっすか？弱点だ。そうっすよ。よく、はい。映画の瞬間あるんだよな。やめて、もうやめて。どうしたもう。いやもうあかん、もうあかん。それでは、ガリガリガリクソンさん、はい、ヒット率発表お願いします。私のヒット率は、はい、95でございます。新感覚トーナメント、優勝はガリーパミパミュ。今日もまたオトレンジャーの新しい楽しみ方を提案できたのではないでしょうか。
いや、やっぱしピエールさんの彼女に対する質問のしつこさったり彼女もバックトゥザフューチャー2好きなんすねってどうでもええからリズムアクションゲーム「モトレンジャー」なんと無料でダウンロードして遊べます。